月曜から金曜の朝は喜怒哀楽で最新情報をお伝えしているスーパーモーニング。堀越さんが嬉しい時はどんなことですか？仕事の頭いっぱいのビールかな。渡辺さんが悲しい時は家で娘に冷たくされた時ですね。赤江さんが怒る時は阪神が負けた時。世の中の真羅万象、心が見えるコメントでニュースをお伝えしています。スーパーモーニング、ぜひご覧ください。